アウディのラインナップにはプレミアムセダンである A4 をベースとした高性能モデル S4 が存在する。その S4 のワゴン版である S4 アバントをベースにさらにパフォーマンスを高めたモンスターが1999年にデビューした RS4 だ。この車の生産はスペシャルモデルのエキスパートクワトロ社が行う。 RS4 のエクステリアは獰猛さをさりげなく盛り込んだアウディらしいもの。ワイドタイヤを収めるため左右のフェンダーは32ミリずつ広げられ、前後にはエアダクトを持つ大型バンパーが装着されている。アルミホイールは専用設計の18インチで、それを装着するタイヤは25535ZR18 という過激なものだ。パワーユニットは S4 と同じ 2.7 リットルの V 型6気筒 DOHC5 バルブツインターボだが、 RS4 ではチューニングのレベルが全く異なる。265馬力を発生する S4 に対し、 RS4 のパワーはなんと385馬力にまで達しているのだ。最大トルクも 44.9kg という強烈さである。当然シャシーも剛性や強度を高められており、ハイレベルな S4 と比べてもその運動性能ははるかに高い。トランスミッションは6速マニュアルのみ。駆動方式はアウディ自慢の 4WD システムクワトロである。実際に RS4 をドライブするとその動力性能には威圧感さえ覚える。広範囲で最大トルクを発生させるエンジン特性によって、どこから踏んでも圧倒的な加速が得られるのだ。ハンドリングは切れ味の鋭い印象だが、クワトロの高いトラクション能力に支えられて限界付近でも高い安定性がある。強烈なパワーとトルクを高性能なシャシーで飼いならした極めて安全なモンスターである。